立憲民主党がが大現状存在意義が見えない3日に立憲民主党の蓮舫さんが大阪万博を批判されたところ維新の吉村知事が立憲民主党の存在意義がもはや見えないなんだあの国会の立ち回り情けない意味があったか成妊審も結果なし野党第一党として戦略なし労働組合が選挙の支持母体なのに賃上げもできず そういや、この前、大阪の政労司会議に僕が出席して、経済団体に賃上げの要求をしたよ、立憲の仕事でしょう、などと批判され、蓮舫さんが大炎上してしまっております。こちら、立憲民主党などのおかしな野党の皆様は、批判ばかり、スキャンダル追求ばかり、政局ばかりで、国家において生産性がございません。吉村知事は、支持母体の労働組合のために、 賃上げで仕事をしろといった趣旨で批判をなされておられますがおかしな野党の皆様が国会で大騒ぎをされても国民の生活は全く良くならず政府与党が企業に対して賃上げをお願いしているという状況が続いております国民の代表たる国会議員であれば国民が抱える問題を少しでも改善できるように今後は 仕事をしていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。